ちのピンチの連続。そんな時ウルトラマンが欲しい。自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるんだ勇気の光。うぬぼれるなよ邪悪な願い。最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらない。ギリギリまで頑張って、ギリギリまで踏ん張って、どうにもこうにもどうにもならない。そんな時僕たちの町には大昔に空から落ちてきたと言い伝えられている不思議な石がある。僕たちはその石を石の翼と呼んで、遠い星から来た宇宙船の翼だったんじゃないかと想像したり、石の翼を持つ船が宇宙を旅するところを考えながらいつまでも空を眺めていたりした。でももうそんな子供の時間は終わってしまったんだと思う。さようなら。変ね。どうかしたの？なんか通信に軽いノイズが入るの。ああ、それはちょっと空の状態が悪いんだ。空の状態？うん、多分この雷雲のせいじゃないかと思うんだ。さっき調べてみたんだけど、雷雲自体に妙なところはないんだけどね。しかしこの季節に雷雲とは珍しいな。ジョジー、一応気象状況を監視しておいてくれ。了解。このところ千葉参謀の姿を見ないんですけど。参謀は東京で開かれている各国首脳会議に出席されている。世界各地で異変が続発してるんですよ。それなのにあなた方ガールは未だに破滅将来体の全貌をつかむことできない。一体いつになれば敵の全貌を解明できるんですか？いつとは申し上げられません。しかし今国際的な協力体制が崩れれば、ガードの活動は大きく後退をします。もしそうなれば破滅将来体を防ぐことは事実上不可能です。しかし千葉さん、このままガールを侵入して本当に破滅避けることできますか？我々これからどうなるんですか？ガードの活動に不満を持つ要人が増えてますね。一人一人説得するには時間がかかりますよ。彼らも不安なんだよ。根源的破滅将来体が現れて以来、おそらく誰もが未来の見えない不安を抱え込んでいるんだよ。夜の会合までには少し時間があります。どこかで休まれてはいかがですか？すまんがちょっと止めてくれないか？はい。何か？ボイジャー2号を買おうと思ってね。よう。辰巳おじさん、母さん、おじさん、辰巳おじさんが来たよ。兄さんが家へ来るの3年ぶりよね。ああ、いろいろ忙しくてな。コギ、また大きくなったな。またそうやって子供扱いする。僕はもう大人だよ。そうか、大人か。はい、お土産だ。わあ、すっげえ。開けてもいい？ああ、いいよ。
どこが大人なんだか。ボイジャー2号だ。おじさん、3年前に持ってきた時にはレンズ小さかったからな。こいつをつけるとオリオン大星雲も見えるぞ。ありがとう。でももういらないんだ。いらない？もう空を見ないのか？おじさん、空を見ても空にはもう恐ろしいものしか現れない。地球を滅ぼそうとするもの、根源的破滅将来体しか現れないじゃないか。3年前、僕は初めておじさんに天体望遠鏡をもらった。おじさんと僕はその晩、二人で石の翼の丘に天体望遠鏡を建てた。すっげえ！あれってマジ土星だよね。輪が見えるよ、輪が。その向こうが天王星、そして冥王星、海王星だ。そこまでが私たちの住む太陽系。ねえ、太陽系の向こうってどんなんだろう。どこかに生命体のいる星もあるかな。そうだな。そしておじさんは太陽系を越えて旅立った2機の惑星探査機ボイジャーの話をしてくれた。人類からのメッセージを載せて宇宙を旅するボイジャーの話。僕はおじさんからもらった天体望遠鏡にボイジャー1号と名前をつけた。でも僕はもう空を見ない。僕はボイジャー1号を石の翼のところに埋めた。コウキ、話していいかな。根源的破滅将来体は確かに存在する。それが私たちの現実だ。What? コマンダー、雷雲が急激に大きくなっていきます。え、雷雲の現在位置は1365K9上空。これはどうした。雲の奥に時空の終局が起こり始めています。まさか雲の奥にワームホールが。アッコ、当該区域の住民に緊急避難勧告だ。了解。こちらエリアルベース、上ベース、チームライトニングを出動させる。了解、すぐ出動します。コマンダー、通信障害が起こっています。衛星の全チャンネルを試してみろ。どの回線もひどいノイズで通信不能です。この雷雲の仕業か。ワームホールが開きます。
ッシュ。避難誘導部隊一体何をしてるんだ。落ち着けない。分かれ。本部指示を。本部応答願います。こちら B 班、後方避難経路の指示を願います。本部西ブロックの住民が逆流してくるぞ。 A 班の誘導はどうなってるんだ。線が通じない。状況がわからないんだ。千葉参謀、旧21号線は全面車両通行止め。新橋交差点に隊員を配備。西ブロックの住民を滝の台方面に迂回させてくれ。君は伝達要員として各ブロックを待ってくれ。はい。各自避難終了時には信号弾を撤収しよう。了解。サイドワインダー発射。ライトニングのミサイル命中率が低下しています。どういうことだ。あの怪獣のせいでレーダーによるミサイルの誘導システムに誤差が生じているんです。誘導システムを解除してオールマニュアルで攻撃するしかありません。だがこの通信状態でどうやって指示を与える。オカム EX 出てます。何をする気だ。バーサイドとの戦いで覚えたことがあるんです。ダム誘導システムを解除してオールマニュアルで攻撃し。了解だ。ミサイル発射。君は東ブロックのチェック。君は全員の誘導だ。急げ。将来体は確かに存在する。それが私たちの現実だ。そのことを受け入れるために君は空を見るのをやめたのかもしれない。現実を受け入れ大人になっていこうと考えて。だがなあ、コウキ、君が空を見るのをやめたとき、君がなくしたもの、本当に失ったものは何だ。
本当に失ったものは何だ。よし、全ブロック避難完了だ。撤収するぞ。了解。早く避難しないと。おいじゃ一号を取り戻すんだ。石の翼のところに埋めたんだ。おいじゃ一号が僕に見せてくれたのは空だけじゃなかった。もっと大事なものがあったんだ。コウキ、頑張れ。
ねえおじさん。ん？石の翼は本当にどこかの宇宙船の翼だったのかもしれないね。ああ。僕が本当になくしかけてたもの、なんだかわかった。そうか。辰巳おじさん。ああ。もう一度ボイジャーの話してくれないかな。ああ、いいよ。1977年、ケープカナベラルから2機の惑星探査機ボイジャーが打ち上げられた。ボイジャーには未知の生命体に向けて地球からのメッセージが載せられていた。風の音や動物の鳴き声など地球の声を録音した金メッキのディスク、それから農夫や子供、宇宙飛行士など人類を紹介した120枚の写真。ボイジャーは今もそのメッセージを載せてこの広い宇宙を旅してるんだ。そしてあの晩、おじさんはボイジャーの夢をついていくのは君たちだと言った。僕はこの空を見つめ続けようと思う。たとえ今は根源的破滅将来体しか現れないとしても、この空に2機のボイジャーを送り出したのは人間が未来を夢見る力なんだと思うから。怪獣出現。しかしガム、お前からシグのライセンスを剥奪する。ガムがシグから追放された。地球は守られるのか。次回ウルトラマンガイアガム追放。うわあ！